日本東京都世田谷区絹田地域大倉大倉は東京都世田谷区の地名住居表示実施済み現行行政地名は大倉1丁目から大倉6丁目郵便番号157-0074東京都世田谷区の南西部に位置し絹田地域に属する東で関八通りを境に植えようが南で鎌田岡本絹田公園西で 北見、うな根、北で、きぬ西成城と隣接する。一丁目から四丁目まではおおむね世田谷通り沿いに、東西に伸び、五丁目と六丁目は南北に伸びている。世田谷通り南側、きぬ公園の北側、西側にあり、道通り周辺には、商店が見られる。また、きぬ公園に隣接して、世田谷総合運動場や、 国立生育医療研究センターなどの大規模な施設も見られる。一丁目は、木沼田公園、世田谷通り、東京都道311号環状8号線に挟まれた地域で、主に住宅地。二丁目には、国立生育医療研究センターが面積で大きな比重を占めている。三丁目は、線川と国立生育医療研究センターに挟まれた地域で、 ほぼ全域が住宅公社大倉住宅となっている。4丁目は、世田谷総合運動公園とエルザンピア東京がほとんどの面積を占めており、居住人口も142人と少ない。5丁目と6丁目は、野川と仙川に挟まれた住宅地で、東名高速道路の北側が5丁目、南側が6丁目となっている。住宅地の地下は、 2020年1月1日の工事地下によれば、大倉5から18から12の地点で35万円平方メートルとなっている。江戸名所図は、延暦期に、武蔵国志県大倉郷の石川豊人が居住していたことを由来とする。1240年、足立影森の次男研修が、石井号を配慮して、石石を名乗り、現在に至るまで休暇として残る。 影響の乱で、鎌倉を逃げ延びた、二階堂森秀の子秀高が1490年、鎌倉大倉が谷にあった、永安寺を同じ地名の、ここ大倉に再建した。16世紀には、キラヨリアスの所領で、1557年大平市に、給付された。1633年彦根藩領となる。江戸時代後期には、国学者、石井イタル国を輩出した。 1889年、絹田村の大技となる。1936年に、世田谷区が成立した際、大倉町となる。1971年に住居表示が実施され、現在に至る。当地にまつわる作物に、大倉大根がある。江戸時代、豊玉郡で玄内という農家が栽培していたという、玄内つまり、大根を1953年に、石井大二郎が、 品種改良したもので、間もなく区内各地で栽培されるようになった。1974年頃青首大根にとって変わられ、一旦は姿を消したが、1997年に復興された。2019年9月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。 世田谷通り経由都立01は2021年3月をもって廃止代替として玉31が成城学園前駅まで延伸予定玉包通り経由。ありがとうございます。